からはちゃんとした謎謎です。はい、うん、謎謎難しいのが後半にやってくると思います。もうこれ以上難しいもんね。よく聞いてね。はい、よく聞きます。リンゴ、バナナ、スイカを乗せたトラックがカーブを曲がるとき何か落としました。それは何、はい、もう一回もう一回。リンゴ、バナナ、スイカを乗せたトラックがカーブを曲がるときに何か落としました。それは何。リンゴ、バナナ、スイカ。リンゴ、バナナ、スイカ。私も一時期謎などめちゃくちゃハマってて、実は俺も今ハマってて、で今もそのリンゴの時点で、はい、それね、真剣ゼミでやったやつみたいなやろ。脳みそに手が追いつかないの。もう書いてない。もう追いつかない。あいや、わかんない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 。結構簡単だと思って出してる。いや、なんかどういう着目点が使う、わかんない。謎謎だから。着目点。そう、着目点がわからない。着目点。いや、わかんないから適当に行くわ。はい。わかんない。そうなものですよ。面白い回答だけ用意しとくわ。面白いって青山さんの回答。じゃあ青山さん。大喜利始まった。まだ終わってない。青山さんからどうぞ。いや、やだ。いや、どうぞ。はい、じゃあスピード、はい、あー、ほんまや。どういう意味、子供いるんだけど。イカイカイカ、うん、イカ落としたスピードを落としたスイーって、スイカがスイーって言ってイカになってイカの字。どういうことだよ。なるほどね。スイカがやっとさ、イラッとするクイズだね。そうか、謎謎だった。謎謎だって言ってるじゃん。謎謎この中で何か落ちそう。イカはイカ、スピードが落とさくまであるから。ちょっと待って、イカが一番やばいかもしれない。マリオスクリュー。マリオカートでもブリッド。スイーカで。スイーカ。あー確かに、はい、次次だってカーブってスイーって曲がるやん、はい、次次次、待って待って、答えは、うん、スピードです。あ、スピード、なんか意外と柔らかくした方がいいっすね、これあんまりなんか、でもなんでそうない、そういう考えすぎですね、これ。ってかさ、理由は何なの、じゃあ。そんなバナーナそういうことか、拍手。そういうこと言ってたっけ。そういうこと言ってた。はい、バカでしょ。1トンの鉄と1トンの紙、どっちが重いでしょう。紙、紙、あ、それなんか知っとる、待って、1トンの軽い方、重い方、重い方。はい、1トンの、ヨーゴなんすか。分かったよ。はい、ヨーゴなんすか。もう出しちゃいます。でも全然わからない。何もかもわからない。じゃあ一斉にどうぞ。同じでしょ。同じ。神って何。何、怖い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 。何、神って何だ。何なの。神、重いだろ、神の存在は。神やめろ。神の存在は重いだろ。抗議します。これ目合いが全員なんで一緒なの。どっちも1トンだから。1トンの神と1トンの鉄だよ。1トンだから。1トンだよ。そういうこと。あ、神だから。この人が頭柔らくなってるよ。3匹の動物を仲間にして戦う桃太郎が最初に出会ったのは、え、シンプルに答えちゃダメです。3匹の動物違うと、はい、OK、 分かった。これで間違ってたら難しい。え、分かんない。あの、普通に分かんない。分かんないからいいや。はい、では一斉にどうぞ。はい、おばあさん、おじとおば、あ、どっちかだよ。かぶっちゃった。あ、やだな、青みとかぶっちゃった。おじとおば。あー、そういうこと。2つ目正解。え、人間、人間なの。はい、いや、おじとおばです。おじとおば。え、おばが先じゃん。だっておばあさんが桃で、はい、その桃をあって、家に持って帰って、割っておじとおばいるから。どっちか。これおじいちゃん。じゃあこれおじいちゃん。はい、夏目だけど。ねえ、これなんか腹立ってきた。いいじゃん。腹立ってきた。謎謎ってそういうもん。え、どういう意味。おじとおば、おじいさんとおばあさんが一番最初に出会った。でも多分パカって割ったのおばあさんだから。いや、おじいさんでしょ。どっちかでしたらまだギリおじいさん。でも多分桃太郎が目に先に入ったのはおばあさんだと。いや、おじだろ、だから。え、ナタ持ってんの。本能的に女を見るんだよ。で、あの、そう、単純に引っかかる猿ね。はい、猿。猿。動物。動物ですか。もう、なかった。猿が先なんだ。確かに。はい、次。最後だね。6人でかくれんぼしている子供がいました。はい、3人見つかりました。残りは何人でしょう。6人でかくれんぼして、
いる子供がおりました。はい、鬼が3人え、なんだっけ3人見つかりました。残りは何人でしょう。はい、よろしいでしょうか。ないよ。では一斉にどうぞ。2人。はい、全員正解。さすがにダメすぎだよ。計算ダメすぎだよ。計算問題。これ謎謎じゃなくて計算問題。計算算数これ。今の算数。鬼を頭に入れないマオミンとか出てくるから。文章だね。いやでもさ、もっと減らしてたからね、さっき。怖い怖い怖い。一人神隠しになったから。あれ違うってなってた。怖い怖い怖い。文章題です。次。アルファベット最初の文字は A です。最後の文字は。あちょっと待って、はい、待って、多分大丈夫。え、なに普通の問題これは、なにえ、うん、これ…え、これなんだ、わからん、これキモいよ。キモい、なに私理解しちゃった。全然キモくない、全然初歩。いや、まあ初歩ではあるんですけど。え、なんだろう、じゃあ違うんだろう、普通じゃないってことでしょう。はい、よかですか。あれ、これだよね。はい、どうぞ。Z、と、T、と、こうです。と、え、ああ T のことか、アルファベットの。はい、4人正解ですね。はい、アルファベットっていう。そう、はい。だからキモいなって。キモい。え、こういうのだよね。コギコギコギ、文字やん、文字やん。え、でも最初 A って言ってるのか、うん、アルファベットの A は A、アルファベットのスペルは最初から A。それは違う。スペルの方までとって書いてる。いや、とやん、文字やん。アルファベット、アルファベット。すごいね、なぞなぞ。とと、はい、次。はい、丸バツ四角三角、車を運転するのに必要なのは。丸バツ免許持ってないからわかんないよ、これ、ね、四角三角。はい。はい、どうかですか。はい。ちゃんと引っかかんないでくださいね。はい。はい、どうぞ。はい。待って。はい。ランと青み正解。イエーイ。そうでしょ。うざい。四角だろ。つまんないこのゲーム。やめたい。そういうこと。やめたい。だってトクシックやめて。四角持ってないとか。え、四角じゃないんだ。やめよう、このゲーム。はい、なんで免許なん？だって俺別に丸バツ四角三角しか言ってないの。の中でっては言ってないから。うざ。あ、うざ。これはないね。シックやめて。え、どや顔で書いてこれ。みんな。で、私はえ、これにしようとか思ったらいい。みんなもう、むずいよこれ。まあ、今日の企画捨ててるからいいんだ。次。最後10点。いろいろ見ないでくださいね。はい。いろいろ見ずに答えてください。今、なぞなぞ何問目？これ見ちゃダメってことね。なぞなぞね。なぞなぞね。今何問目？あの最初生年月日省いてください。あ、そういうことね。5、4、やめて、それ。2、知らん。わかんない。はい、一斉にどうぞ。わからん。はい、知らん。わかんない。あ、やべえな。やばい、やばい。あ、眉正解。あ、そんな言ってる？なんか、うわぁ、うわぁ、ダメだ。なんか3回ぐらい切れたなと思って、自分が。自分の切れたからですよ。1点っていうのはどういう考察で？でも分からんから。1点って何？とりあえず。お腹すいた1やめて。お腹はすいた。考察なしか。はい、次。お酒は二十歳から。選挙権は18歳から。車は何歳から。え、普通に？普通にじゃないよね、絶対。マジ？わかんねえよ。はい。はい。オッケー。いや。後ろよかですか？はい。うん。せーの。こういうことだろ、たぶん。お、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 お。はい、青み。あ、そうなんだ。そうなんだ。運転できるとは言ってないからでしょ。あーねー。ちょっと親がそれ言われると思った。うん。あーねー。出題者にドヤ顔求めない。最後100点ぐらい欲しい。次。荷物をたくさん持ったおばあさんが電車に乗ってきました。誰も席を譲りませんでした。なぜでしょう。あ、これなんなん、マジで。センシティブ。センシティブ。死ぬけど大丈夫。これどうだろうか。回答によっては炎上か、炎上か、炎上すりゃ炎上しちゃう。モザイク処理されてるのか。そう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 。ま
って分かんない使えないよってなっちゃう。はい、はい、じゃあ一斉にどうぞ。はい、はい、転売屋がいるな。転売屋車椅子だった。席が空いてたから席が空いてたから、男の人何人かと一緒だったから、パリピッと席が空いていたから買って座った。はい、席が空いてた、正解ですね。席が空いてた、席譲る必要がなかったんですね。あー、そうかそうか。でもさ、車椅子でもさ、譲る必要なくないですか。そのまま入ってきます。譲れよ。だって車椅子のままやん、シュッてさ。まあね、まあ、正解は譲んだ。そうだよ、まあ、そうね、面白くない。そのままなんかロックかけてさ、確かにやってるよね。はい、次、はい、6面体のサイコロで6以上の数字が出ました。なぜでしょう。もうわかんない、6、わかんないわかんない、6面体がわかんない。6面体のサイコロで6以上の数字が出ます。なぜでしょう。出ません。出ました、出ちゃったんだよ。6面体の何が、何をしたって。何、6面体って何、そもそも6面体って何。6面体のサイコロで6以上の数字が出ます。なぜでしょう。いや、何まで出んの逆に。いや、普通のサイコロ。あ、6面体って普通のサイコロか。普通のサイコロですけど。はい、まあ、分かんないですけどね。分かんない。ヒントです。あ、こういうの6面体、普通のサイコロ。よかって、ちょっと待って。うん、ちょっとガチ勢いるんだよね、一人。ちょっと待ってちょっと待って落ち着いて。そうだからね、落ち着いて、一旦落ち着いて。オッケー、はい。では6面体一斉にどうぞ。サイコロ2個あった。あ、そうそう、私も6以上の数字があったから。2個ある、サイコロが2個あった。立体だからじゃない。6は含まれる、立体だから複数個投げたから。まあ、正解。6以上だから6も入る。あー、キモい。キモすぎー、キモい。もうこれさ、追い上げらんないから終わるよ。まだ問題あるけど。メアは多い。え、だってメア、あとさ、今の状態で、いいよ姉さん、7問。ここから簡単です。はい、すごく簡単です。想像力を豊かにしてお考えください。庭で魚ちゃう、トクシックとか言ってバンするよ。庭で魚ちをしている動物は何でしょう。はい、はい、こういうのは分かんな。こういうのわかんだよ。これはわかるよ。うん、わかんない。これなんか小学生が好きそう、こういう問題。どうしよう、外れた。やばい、なんか頭使ってた、頭痛くなってきた。え、わかんない。なんか湯気出てきた、絶対。暑いもん、なんか暑いよね。汗かいてきちゃった。よかですか。はいはい、はい、一斉にどうぞ。はい、わかんない。ちょっと待って。あ、犬、それか。鶏おる。犬、それだ。犬、それだ。犬か、犬。わかんない。カワ系の犬。ワニ、もうね、庭しか入らなかった。ワニだ。それ、ここでなんて。違う、逆だ。マジ？あ、そういうことか。そう、逆、逆。鶏だから違う。で、犬ね。犬。犬やばい。あ、でもアオミンさんに並んだ、並んだ。え、犬の理由はやってる。はい、次。なんか庭にと。確かに庭にはいる。魚しをすると、頭が悪くなってしまう動物は何でしょう。わかった。はーい。あ、大好き。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。なんで急に優しくなったの？確かに。こういうの大好き。アメとムチってこと？アメとムチ。やだ。普通最初がで優しい。確かに。光のはず。ムチとアメ。最後に超ド級のが飛んでくると思う。無理だ。溶けるわけがない。絶対溶けないでしょぐらいすごい量だと。溶けるわけがない。クイズの服ですかぐらいの気持ち。はい、どうぞ。はい。はい、全員正解。あれ、カバじゃない。カバ。カバでしょ。カバ。もうすぐなくなりそう。もうすぐなくなっちゃう、これ。次。これ何かな。逆立ちをすると動物になってしまう。あ、間違えた。逆立ちをすると泥棒になってしまう動物は何でしょう。動物？違う違う、あの動物。泥棒になってしまう動物。これ若干むずいかもしれない。はい、うん、分かってー、うん、ねえ。やだ、バンソンソン、あおり。待って待って、どんな言い方。泥棒、泥棒、泥棒って何。これ絶対合ってるわ。ワクワクしてる、ワクワクしてる。答えたくてうずうずしてる。早く問題聞きたいの。え、わかんないよ、これ。え、でも逆さまになってないんだよね。10
そんな動物知らなくない？わかんない。あ、もうわかんない。何もわかんない。みんな知ってる動物。あ、待って、今わかった。今わかった。今わかった。書きたい、書きたい。うわぁ。わかった。何？リスでしょ。それ、なんて書いてあるの？リスじゃない。牛。あ、牛ね。リス。あ、リス合ってたよ。え？何なの？それ、適当に書いてもしかして。え、なんかソロリーを反対から。ソロリーじゃねえ。全然違うよ。でも、そうだったからいいや。若さぎ。そうか、書きながら薬か全然何も分かんなかった。ミスかミントやった、書いとくものだな。薬ですからね。なんかリスなんて出てこない、日常でやったー。たまに。え、でも地元にいたわ、リス。マジ？いいな。うん、いたいた。野生のリスいる。野生のリス。次、勝負に負けた人が笑ってる遊びって何？え、マギ惜しみやろ。大丈夫かな、これ。勝負に負けた人が笑ってオーバーオチじゃね？ああ、え、ズーピじゃね？オーバーオチ勝負で負けたやつ切れてる。殴ってる。え、負けたのに笑ってんの？負けたのに笑ってます。はい、これしか思いつかないの。ちょっとパッコイ。はい。負けた。待って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 。これ簡単ですよ、皆さん。普通に謎謎っていうよりかは普通のクイズじゃん。え、謎謎？謎ではない。わかんないけど、なんかもう謎謎なのこれ。謎謎。あなたの答えが謎謎になっているかどうかをさておいて。え、待って待って待って、負けたのに笑ってる。謎謎？笑ってる。謎謎ってなんだろう。ジュース回線しか出てこない。負けたのに領域展開じゃん。え、わかんない。なんでわかるんだよ。違う。え、もうわかんないよ。わかもうこれしか思いつかない。私もこれな、これしか思いつかないかな。これ違かったら。でもわかんない。はい。では皆さん、わかりません。ミッキーアニメだし。あの男気じゃんけん。おお、男気じゃんけん。にらめこ世界スマイル食べちゃった。和の国の人。まそれはそう。え、わかんない、その話。男気じゃんけんだろ。にらめっこの人が3人。男気じゃんけんだよ。確かに男気じゃんけんもそうだよね。え、悔しい、ニコニコって。何も間違ってないよ。確かに。やったってなってるもんね。うん、なんだっけ。でもね、にらめっこは割ると負けようですからね。あ、おー、青と並んじゃった。わお、クルスとまゆちゃんが、もうやだ、もう目は辞退したい。誕生日稼いだな。もう無理だよ。まどぴも今何問目？わからん。わからん。もう知らん。わからん。わからん。わからん。はい、もうこの感じ。多分。え、待って、多分この、それ最初のも入ってる？一番最初から誕生日も入ってる？入ってません。わかんない。はい。わかんない。と、多分のぐらい。では一斉にどうぞ。はい。怖い。あ、20。切りよく来るかなみたいな。正解ゼロですね。怖い。何問目？15問目でした。ああ、そんな少ない。もう疲弊してるみんな。結構やったんだね。次。マジでむずいっす。あれ当たったら 何ポイント？これ最終問題なんだよね。じゃあもう私勝てない。最後か。逆転できる3とか、まあ、一発逆転20とか500。それも今までのやつ水の泡なのよ。500。でもこれね、マジでむずいよ。オッケー、とりあえず言ってみて。あるお店に日本語を覚えたばかりの外国人の店員が働いています。その人は、待つは女性、引くは文房具、座るは食器だと言います。あ、ダメだ、これ。もう一回言って、待つが女性。待つは女性服、引くは文房具、座るは食器だと言います。では、探すは何？なんだって、待つ引くなんだっけ。探す、待つ引く座る。座るか。で、探すは何？座るがなんだっけ。食器？食器だ。はい、待つは女性服、引くは文房具、座るは食器。では探すは何？探す。ん？引くが、ごめん。私わかりませんでした。ごめん。もう一回いいですか？待つが女性客、引くが文房具。女性服。日本語を覚えたばっかり。女性服。服。引くが文房具。引くが文房具。座るが食器。座るが。日本語を覚えたばっかの外国人の店員さん。座るが。座るがなんだ。座るが食器。食器。食器。ハテナを決め込んでたな。
で、何が何だって探す探す、ごめん、ほんまにもうなんかわかんない、これでいいかな、もうわかんないからいいや、うん、私もとりあえず答えを決める。あ、デパートにありそうなの書けばいい。はい、はい、ランチ、わかんない、これで絶対違う。ではじゃあ順々に行こうかな。待って、大きく書いとこう。やっぱこれはまあやっぱ年功序列っていうことでしょ、これ。間違った。男性服。その心は。わかんないよ。わかんないよ。わかんないよ。適当だよ。日本語じゃないよ。ウェイト。そう。ね、まだ私も私も同じ同じ感じ書いてる。漢字にしてみたり、松をこのなんか一文字の。はいはいはい、松竹梅のバスにしてみたりウェイトにしてみたりやってみましたが、分かりません。スメルコ食器って何？あ、イコール、あ、スメルイコール食器って書いてある。はい、じゃあ青松、男性服、あれ？あれ？はいはい、その心は。女性服待つから待ってたらさ、男性は探してくれるでしょ。おー、そうだ。今パン歓喜です。素晴らしい。こっちははーってなってる。そうですね、すいません。はい、どうぞ、はい、じゃあ年功序列、マユ、あ、違う、あ、違うわ、私、マドピ、そうだ、マドピ、し、Wi-Fi、 Wi-Fi、 Wi-Fi、 え、なんか絵にしてなんかぽいかなと思って定規あで、なんかグラフっぽいし、待って、 Wi-Fi、 Wi-Fi、 ちょっと何言ってるか分かんない。もう考えすぎて分かんなくなっちゃう。はい、川原舞、寝具ありそう。マジで分かんない、分かんない、ありそう、デパートにありそう、うんうんうん、答え方的には、まあ、こっち側寄りだよね、うん、はい、次コンロ、その心は。コンロ、ほんとね、やってるもんね。座るでしょ、割る、食器は割れる、文房具、引く、なんか引いたりする、松はちょっとわかんない、服を探すの時間かかる、ちょっとわかりません、女の服は時間がかかる、あ、さ、ガス、ガス、ガスが使われてるもの、コンロ、コンロ、うんってなる、コンロ、あ、コンロってなった、一番っぽい、謎解きっぽいこと多い、一番ちゃんと理由ある。謎謎大魔王、もうわかんない、ウィンガー、わかんない、ウィンガーなってずっと話しすぎる、わかんない、ウィンナーめっちゃいい、わかんないって、ね、このパッとな頭に浮かんだ言葉がウィンナーだったから、もういい、もういい、ウィンナー食べたいでしたじゃん。問題もう一回読むよ、うん、あるお店に、連想してください、あるお店に日本語を覚えたばかりの外国人さんがいます、うん、店員さんが働いています。その人が言っているセリフなんですよ、これは。その人は待つを女性服、引くは文房具、座るは食器だと言います。では探すはない、分かった分かった、 Wi-Fi だと、あ、分かった、あの二人答え方違うのに気づいてほしいんだ。何何探すは何もじゃないか、違うんです。 What? 恥ずかしいもん、この左側何してしまったんです、この漢字を。え、だから松は大気の大で、タイツで女性服、あ、自粛は、インにしちゃったんです、インクで文房具で、座るはザルだと思ったんで食器。じゃあ探すわ、分かった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 、何ですか、タンス、タンスだ、正解、ただ正解はタンスじゃなくて家具です、家具、家具、すごい、見て全部間違えてるから出なかったとか、和とかが入れてた、あ、ね、あ、そっか、漢字だけ書けば分かるのか、はい、そうなんです、無理だろ、ローマ字書いてちゃんとした謎謎タイプが、まあ、謎解きじゃん、謎解きだね、引くこれも近いよ、カン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 、最後全部無駄、やばい、最下位、最下位からね、メア6点もう成績悪すぎだろ、メア6点、青み8点、ショコラ9点、夏目10点、ラン11点、マユ13点、イエーイ、すごい、誕生日が聞いたな、すごすぎる、スピリチュアル、おめでとう、マユちゃん、私これクイズ系で
なんかトップ取ったことないやまあ日本は反対に勝ちね、うん、無理だ、バカには向いてない衝撃が忘れられないでもショコラ王はメアちゃんだそう、ショコラ王は、ね、でも生年月日間違えたし、ま、ということで、まゆちゃん欲しいもの何ですか。ソフトマリオ RPG かな。いいなぁ、いいなぁ、買いに行きます。やったぁ、ダウンロード版なんでもいいです。ソフトどっちでもいいよ、どっちでもいいってよ。北海道ゲームにしようか。どれ、何北海道、北海道ゲームだ。スイカゲームの北海道版新しく出たって言ってた。安い、300円ぐらい。座るって何、座るが座る、座る、あ、座る。ということで、なんだろう、クイズ、クイズプラス謎謎回でした。はーい、難しかった。皆さんはいくつ解きましたか。めっちゃ難しかったと思います。難しかった。はい、コメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。